私がですね、やってることとかお話ししたいと思います。今、先生がですね、お話しされた4つの仕事のお話しされましたけれども、私自身もですね、この10年ぐらいで4つ全部経験しました。もう自分の会社の中でですけど、それは、僕2代目なんですけども、父がですね、そういった経験を社内でさせてくれたことがありました。で、まあ、自分自身で今ですね、経営トップが合ってるなって自分で今先生の話聞いて思いまして、それはね、なんかめちゃくちゃ楽しいんですよね。で、すごく楽しく、毎日楽しくやっててですね、なぜ楽しいかっていうお話とかも少しお話ししたいと思いますけれども、うちはですね、まず会社の経営してますけど、会社としてはドラッグストアと調剤薬局を中心に、人々に健康になってほしいと思って、全部で10個の事業をやってます。健康になってほしいから、ドラッグストア、調剤薬局に限らず、いろいろなことをやってもらって、今、売上で275億、利益で12億出してます。で、今期300億にしたかったんですけども、コロナのせいで中国人観光客が来なくなったので、その売上35億がなくなって、275億ということで、今期何としても300億行きたかったんですけど、そういった状況です。で、会社のことはね、ホームページとか見てもらうとわかるんですけども、伊崎先生と出会ってですね、ちょうど5年になります。で、今日経営者の仕事内容ということでお話しさせてもらいますけれども、多分先生と会ってなかったらこんな話もできなかったと思うし、それはなぜかというとですね、5年前に先生に会った時にですね、伊崎塾ってセミナーに出てですね、日本の経営者は何やってんのかと、バカじゃないのかって何度も何度も言われてですね、あ、俺のこと言われてるなってもう何度も思いました。もう本当俺はバカだなと思って。多分先生と出会ってなかったらですね、今福岡にいる方もいらっしゃると思いますけども、先生と出会ってなかった新生堂の看板もないと思います。本当に5年前ぐらいはですね、本当そういった経営状態でした。今275億で経常利益12億ありますけれども、5年前はですね、売上180億で、利益は1億しかありませんでした。で、そういった状況で先生と会ってですね、いろいろやらさせてもらったんですけれども、先生にですね、5年前ぐらいに相談したことがあってですね、先生、いろんなところから新生堂を買いたいって話があるんですけども、売った方がいいですかねって、どうしたらいいですかねって相談したんですね。先生、なんておっしゃったかというと、お前がしたいようにしろって言われたんです。売ってもいい、売らなくてもいい、お前がしたいようにしろって言われて、あ、そうかと思ってですね。僕、その時にですね、売りたくないと思ってたんですよ。で、先生に売らなくていいよって言ってほしかったんですけども、どっちでもいいよって言われて、お前がしたいようにしろって言われたから、売りたくないと思ってたので、売らないっていう決定をしました。なぜ売りたくないのかなと思ったらですね、僕、社員のことが大好きなんですよね。なんか、社員を裏切りたくないなと思ったので、売らないようにしようと思って。じゃあ、売らないようにするにはどうしたらいいかなって思ったらですね、潰れないようにするしかないんですよね。じゃあ、潰れないようにするにはどうしたらいいかなと思ったら、先生がセミナーで言って、もう金使うなだったんです。金使うなと。で、赤字の店を閉めろって言われてですね。で、先生に出会ってすぐ赤字の店をですね、52店舗中6店舗閉めました。約1割の店舗の赤字の店舗を全部閉めて、ドラッグストアとかチラシやるんですけども、チラシもやめろって言われて、チラシも全部やめました。社員は大反対ですよね。店を閉めるって言ったら、閉める店の店長はですね、うちのお客さんのことを裏切るんですかと、買い物する場所がなくなって大変じゃないですかって言われたけど、チラシやめると売り上げが下がるじゃないですかってみんなに反対されたけれども、このままじゃ会社潰れちゃうから、立て直すために赤字の店とか無駄なものを全部やめるからって言って、これやったら絶対に利益が出てうまくやになるようになるから、騙されたと思ってね、言うこと聞いてやってくれって頭下げて、それをやりました。そしたらですね、利益が出たんですよね。すぐ出ました、1年でですね。で、すぐ出て、これがですね、経営トップとしての最初の仕事だったと思います。辞めることを決めることですね。で、社員のみんなはですね、辞めることって一切言わないんですよ。もうこんなことやったら面白そうだからやりましょうよとか、チラシ打ちましょうよとか、DM 打ちましょうよとか、そういったことばっかり言うんですけれども、辞めるってことは一切言わなくてですね、辞めるって言ったら反対するんですけども、これ経営者としての最初の仕事だなと思ったのは、もう辞めることって社長しか決めれないなと思って、その時社長じゃなかったですけれども、当時父が社長だったんですけども、父にもう辞めましょうって言って思い切って辞めて、利益が出ました。で、利益が出たので、じゃあ次何するかっていうと、利益で店を増やしたんです。店を増やして、で、店を増やしたり、あと経営が危なくなっている会社を買収したり、あとは店を出したら社員が必要なので、社員を採用して、
で採用した社員を教育研修をしました。で、売上が悪い時はですね、売上を上げようと思って接客頑張れって言って、チラシ打てって言って、でなんと本社に集合研修をしたら、お客さんに接客する時間がなくなるから、集合研修するのは売り上げにつながらないから無駄だって言って、研修全部やめました。その時何が起こってたかっていうと、社員がどんどん辞めていったんですよね。優秀な社員たちが、この会社にいたら危ないと思ったらしく、どんどん辞めていって、で、その時はですね、売り上げを作るために、正直社員はですね、毎日サービス残業してました。サービス残業して、休みの時も出てきて、僕自身もですね、毎日朝9時から夜12時まで働いてました。で、土日も全部出てってやってるんですけど、今日土曜日でですね、僕今会社にいるんですけども、本社ですね、3人しかいないです。で、5年前はですね、多分40人ぐらいはいました。今3人しかいなくてですね、平日もだいたいお店が11時までやってるので、本社の人間はですね、11時前に帰ったら、店は11時まで頑張ってるの、なんで本社の人間は11時まで前に帰るんだとか言って、11時前にいるのが、まで、11時までいるのが当たり前とかだったんですけども、今は7時ぐらいになったらもう誰もいないような本社になってますけれども、そういった形になりました。で、教育研修もですね、もう全然してなかったんですけれども、今教育研修をしてて、経営の、柱って先生から教えてもらったことあったんですけども、資本を増加して資産を増大させて人を採用して教育研修をするっていう4つの流れがあるよって教えてもらって、まあ、その通りにうまくできてるなっていうふうに思ってます。で、経営者の実務内容を話してくれってお話だったんですけど、この4つがまさに経営者の実務内容だと思ってて、お金を増やすためにですね、売上を上げたり利益を出したりするのは実務は、お店の人とかがやるんですけども、経営者としてはですね、辞めることを決めて利益を出すということを僕は意識してやってます。本当辞めるのってすごく勇気がいるんですけども、頑張っても売れないものはやっても仕方ないから辞めようぜって言って辞めることをして、で、次に何を投資するのかって決めて、5年前からですね、店舗数は50店舗ぐらい店は増えたと思います。それは全部投資をした話なんですけども、ってやってます。で、採用とですね、教育研修に関しても全部自分が入ってやっています。採用の時もですね、会社説明会も私がですね、採用の会社説明会の場に立って、学生たちにですね、会社の方向性を決めるのは社長だけなんだから、社長の話が聞けない会社になんて入っちゃダメだよって会社説明会で言ってですね、他の会社に行って社長が出てこない会社は入らない方がいいよとか言ったりしながら、大量に人採用してたりするんですけれども、採用も自分でやってます。全てじゃないですけど、面接とかはしてないですけれども、会社説明とかは自分でビジョン語ったりとかしてます。あと、教育研修がですね、実は僕の一番の仕事でして、ほとんど教育研修ですね、全てのほとんどがですね。で、全社員ですね、年1回、最低でも年1回ですね、私のビジョンの話を1時間、必ず、2時間か、2時間、全社員が聞くようになってます。ビジョンがこうだから、今、こんなことやってるよとか、今後、こういうふうなことをしていくよっていうビジョンを語るっていうことをずっとやってて、それは新入社員から、経営幹部まで全員私のビジョンを2時間、1時間かける2を聞くってことをさせてて、それが今やってる教育研修ですね。で、研修の中でですね、社員とか役員にも絶対言ってるのは、みんなに休みを増やして給料を増やそうぜっていう話をします。で、今は増えないかもしれないけど、そういう会社にしようよって、休みが増やして、給料が一番増えて、九州でナンバーワンになろうよって今のところ言ってます。九州の中で休みが一番多くて、給料が一番高い小売業になろうよ。そして、プライベートも充実させようよって言って、副業もですね、解禁してます。ある社員はですね、本業より副業の方が稼いでるやつももういます。でも、ビジョンに共感して、副業を本業にせずに、うちの会社で働くんだって言って、くれてるんですけども、そういったことをやって、で、まあ、ビジョンを話しながらですね、今やってることがいろいろありますけれども、
今言ってることをきちっとやってくれたら、必ずみんなの休みが増えて給料が増えるようにするから、今やらないといけないことをきちっとやってくれって言って、ガイドラインとかマニュアルとか作ってですね、徹底力も高まってきたかなというふうに思ってます。で、実際に休みも増えて、休みが増えて給料が増えるってことをやらないといけないから、3年前ぐらいから休み増えて給料を増やそうっていう話をしたんですけども、毎年ですね、年の休みが1日ずつだけですけども、実際に増やしてですね、給料もですね、減る人はおらず、なんかやっちまった人は減りますけれども、基本的に増えるっていうことをやってます。で、なぜ教育研修に時間かけるかっていうとですね、経営トップになるとしたら、若い人たちは、これから一緒にやろうよって人を集めればいいと思うんですけど、僕2代目なので、僕と考え方違う人もたくさんいるんですよね、会社の。もう先輩も、僕42歳なんですけども、まあ、会社の平均年齢は37歳ぐらいなんですけども、僕の先輩もたくさんいて、新生堂薬局に入って15年なので、僕よりも長く働いてる人もいっぱいいてですね、その人たちについてきてもらうには、もうビジョンを話すしかないと思ってですね、もうひたすらビジョンを話し続けています。で、そういう研修をするのと、あと新しい店ができた時のオープニング朝礼と、店舗をリニューアルオープンした時のオープニング朝礼に、東京でも沖縄でも大阪でもお店ありますけど、そこに必ず行って、お店がオープンした時になぜここにオープンさせたのかっていうお話だとかを必ずするっていうこととか、毎月1日にですね、社員向けにメッセージを配信したり、伊作先生からもですね、社内報を作れっていう話を以前いただいてですね、月に1回僕のメッセージと全社のですね、みんなに共有させないといけないものを社内報ということでですね、発信するようにしました。で、そんなことをやってたらですね、僕何もしなくて良くなってきたんですよね。で、何もしなくて良くなってきたっていうと、なんか語弊はあるかもしれないけれども、今伊崎先生にもですね、組織論ということで組織のお話をしてもらってるんですけども、そんなことやってたらですね、僕が言わなくてもみんながこう動いてくれるようになったんです。で、数年前はですね、がむしゃらに一人でやってたので、誰もついてきてくれなくてですね、今はこう組織が動くようになったので、いろいろ考えれるようになったんですけども、そういった環境になったからですね、コロナの時にすごく考える余裕があったんじゃないかなって今自分で思ってます。で、コロナの時にガラッと環境が変わって、ドラッグストアと調剤薬局を中心にやってるんですけども、ドラッグストアと調剤薬局って店閉めれないんですよ。で、お店の人たちも感染するのが怖くて、もう怖い怖いって言ってるんですけれども、店閉めるわけにはいかないので、まず社員のことが大好きだって話しましたけども、社員のことを考えてですね、お客様に販売するマスクはなかったけども、社員にマスクを支給したりだとか、社員用にお客様に販売する手袋なかったけど、社員用に手袋を配布したりだとか、ドラッグストアにこうビニールのカーテンとかあるけど、そういったのをもう全店一気につけて回ったりだとか、そういったことをして安心して働ける環境を作って、本部社員もですね、本部に100人ぐらいいるので、めちゃくちゃ密の状態だから、明日からリモートワークしていいよって言ってですね、リモートワークしていいよとかしなさいって言って、半強制的にリモートワークさせて、パソコンがネットにつながらないからできないみたいな人もいたけども、いや、やってくれって言ってやって、そこにこういろいろこう投資してですね、そういったリモートワークをさせるっていうこともしました。で、社員のみんながこう言うこと聞いてやってくれたので、何かこう社員にねぎらわないといけないかなと思って、社員とアルバイトまで全員ですね、学生のアルバイトまで全員、特別慰労手当っていうのを出してですね、出しますよってことも、動画で自分で撮影してメッセージを送るってことをしたんですけども、その時の社員の反応がちょっともう予想以上に逆に感謝されてですね、社員のことを思ってくれてありがとうございますっていう言葉をたくさんの社員の方からいただいて、アルバイトの子がメールくれたりとかしてです、そのアルバイトの子も社員にしたんですけれども、そういった子がいてですね、その時に会社が一つにまとまったなっていうのを実感しました。他にも、今じゃあビジネスって困りごと解決するっていうことだから、困ってる人ってどこにいるのかなと思ったら、僕たちと同じようにですね、病院だとか児童養護施設だとか、働かないと、介護施設だとか保育園とか働かないといけない人たちがたくさんいて、その人たちがマスクがないって騒がれてたので、
マスクをですね、5月の頭にお客様に販売するマスクはまだなかったけれども、お客さん、ドラッグストアに来るお客様に販売する前に病院とか児童養護施設だとか、そういったところにマスクを寄贈したりだとか、あと児童養護施設の子どもたちが学校に行けなくて、お友達と全く遊べないんですよね。で、そういったことがあったので、僕らのお店に余ってるお菓子だとかですね、そういったのを全部寄付したりとか、なのでマスクとかお菓子とかを寄付したりしたんです。したらまたこれもめちゃくちゃ喜ばれて、喜ばれたのと同時に社員がですね、すごく喜んだんですよね。うちの会社すごくいいことしてるねって言って、なんか家族に自慢したりしてたみたいで、なんかそれもとても良かったなと思ったんですけども、たことをしました、コロナの時はですね。で、今もですね、コロナが終わってなくてですね、まだお客様は感染拡大しないようにっていうふうに言ってるんですけども、地域の中でお客様が一番安心安全のお店しようよって言って、クリーンリネス、清掃とかをですね、もう徹底してやろうよっていうことをやって、おかげさまでですね、売上はインバウンドの35億がなくなったけれども、その35億プラスになって、前年は超えそうな数字にはなってますけれども、そういったことで、今もですね、いろんなことをチャレンジしてきたので、調子がいいし、社員も一丸となってるかなというふうに思います。で、さっき岡村くんがですね、オンラインフェスタっていう話をしてたんですけれども、4月29日に福岡国際センターで、お客様に集まってもらって健康に関する体験だとかをしてもらう健康フェスタをやろうと思ってたんですけども、コロナでできなくなったので、なんかやめるのも変だから、今世の中できっとオンラインでなんかしたりするのが当たり前になる時代が来るんじゃねみたいなことを話して、オンラインでやってみようよって言って、2ヶ月間でですね、約8万人ぐらいの人にそのサイト見てもらって、動画の再生回数も2万5000回ぐらいになったんですけども、やって、なんかそういったこともですね、新しいチャレンジの社内でも良かったんじゃないかなというふうに思っています。伊崎先生からいつも頑張るなって言ってんですね、うまくいかないときはチェンジしろって言われてて、それ3年前ぐらいから会社で言ってるんですね。うまくいかないことは全部すぐやめて違うことに変えるってことをやってたので、オンライン健康イベントもできないのにできるようにするにはどうしたらいいかって頑張るよりは、手法を変えてみようよってことでオンラインで変えてですね、結構マスコミとかでも少し取り扱われたりしたんですけれども、そういったこともやりました。で、今ですね、新たにしようとしているのは、福岡の児童養護施設にお菓子とか寄贈して、そういったことも継続しようと思ってるんですけども、ASEAN の子どもたちがですね、大変困ってるって、今コロナでですね、カンボジアとかミャンマーとつながりがあるんで、そこの孤児院の子どもたちが支援とかなくなって大変困ってるっていうことがあったので、カンボジアのクロマーとミャンマーのロンジーっていう現地の記事でですね、現地でマスクを作ってもらって、そのマスクをうちで販売して、その利益を全部カンボジアとミャンマーの子どもたちに返すっていう企画をですね、今10月から始めようとしてスタートしているところです。そういったことがですね、コロナにおいて何かうちとしてできることないかなということで、新たに決めてですね、やっているようなことになります。で、これからどんな人生を送りたいか話してくれってあったんですけども、これからどんな人生を送りたいか分かりません。今が一番楽しいので、今ですね、やりたいことを、社員と一緒にですね、今楽しいことをただやろうと思って、10年先どんな働き方してるか分からないし、もしかしたら違う人に社長させて、海外旅行して遊んでるかもしれないですけども、今分からなくてですね、今、ただ楽しく楽しく仕事を中心に、でも仕事ばっかりするんじゃなくてですね、日に焼けてますけど、毎週ゴルフしたり、マラソンしたり、仲間としながらですね、遊びながらやってますけれども、最近はですね、岡村さんが言いましたけれども、ミレニアル世代の子たちが何やってるのか、自分で調査しようと思って、4月からツイッターを始めてですね、大学生とか、会社面白くねえから副業で稼ぐぜみたいなツイッターの人たちとずっと交流をしながらですね、いろいろやってますけれども、そういったことも社員に言いながら、それやってたらですね、薬学生とつながってですね、なんか今度会社見学行かせてくださいみたいな話があって、ツイッターで採用できるのかって気づいたりもしまして、ツイッターやったり、YouTuber がたくさんいるので、2日前にですね、実は私、
YouTuber にデビューしましてですね、2日で再生回数が500回いって、そんなことしてたら社員も盛り上がってですね、みんなで社長を YouTuber にするんだとか言って盛り上がってやってますけれども、みんなで楽しく会社を、経営しているというかですね、みんなと同じ目線で会社で楽しくやっているようなのが私だというふうに思っていただければと思います。僕の考え方だとかはツイッターに載ってるので、皆さんフォローしていただけるとありがたいなと思いながら、僕の話は終わりたいというふうに思います。お役に立てたか分かりませんけれども、私はこの5年間でこういった先生と出会ってですね、こういった経営者になったかなというふうに思います。私からは以上になります。ありがとうございました。